クッピーラムネ。僕がまだ子供だった頃、家の近くに小さなトタン屋根が落ちてきそうな駄菓子屋さんがあったんだ。僕が店前を通るたび、おばあさんは手招きして、秘密だよって手を伸ばしてくれた一袋のラムネ。おばさんはちょっとふっと出て、ぷくぷくのまんまるな手で僕の手を握りしめながら、ニコ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 笑ってた。クッピーラムネ、おばさんがくれた一袋の優しいもの、あなたのその手、優しい好きでした。大人になって僕は喧嘩して出た田舎に帰った。駄菓子屋さんのシャッターは昼なのに閉まっていた。目を細めていた。あの優しかったおばさんは悲しい病気になったのよ。今は町外れの小さな病院に入院してるの。クッピーラムネ、限られた時間いつの間にか使い果たして、あなたに今は会いたくて仕方ない昼下がり。僕がまだ子供だった頃、家の近くに小さなトタン屋根が落ちてきそうな駄菓子屋さんがある。